皆さんおはようございます。おかんです。にゃーごです。今日は検証なんですけど、皆さん娘氏が好きな食べ物知ってますか？娘氏はコンビニ行くと必ずこちらのピザマンをね、購入するんですよ。めっちゃピザマン好きなんですよ。ピザマン大好きマンなんですけど、まあそしてね、皆さんね、知ってる通りね、娘氏はね、寝起きがとてつもなく悪いんですよ。起きないなんですけど、このね、大好物のピザマンの匂いを嗅いだらスッと起きれるのか、ちょっと検証してみたいと思います。気になるね。気になる？気にならない？どっち？その前にね、私今日ファスティング2日目なので、ちょっと伸ばせていただきますね。コールドプレスジュース、これはケール味ですね。おかんと娘。あ、待って、昨日の昼測ってから 700g、 0.7 キロ しか減ってなくて、やみそう。でも1日ファスティングしただけで結構朝すっきり起きれたような気がする。かわいすぎる。じゃあごにゃーご、にゃーご、ちょっと早く本編入るよって感じなんだけど、これをね、飲み終わらないと本編に入れないから、ちょっと待って。今のところさ、みんなが言う好転反応みたいなのはないと思う。飲み終わった。これ多分そのままじゃあんま匂いしないから、ちょっと割って。食べたい。よし、じゃあこれで娘氏にやっていきたいと思います。食べる？食べる？食べる？おはようございます。朝に大好物の匂いを嗅いだら起きるのかっていう動画を撮ってました。どうでした？すぐ起きましたね。ピザマンどれぐらい好きですか？ 100。 美味しいですか？朝からピザマン食べれて幸せ？目開いてる？それ美味しい？夢見た？今日見てない。
どうですか、この企画は。嬉しかった。また2回もやる？第2回。違う食べ物で起きるか。でも起きなかったらもうこの企画は終了になります。今日は起きたのね、第2回、なんか違う食べ物、好きな食べ物でやりたいと思います。今日は今から学校なのでね、頑張って準備する。今7時半だし。そうですね、いつもはだいたい8時ぐらいに学校に行くからね。お茶準備しよっか、水筒に。あとは着替えてね。今日は図書の授業が、新しい本借りてくるんだよね。前借りてきたのは地震、災害が起きた時の避難方法みたいな。お水飲む？喉渇いた？あ、ニャーゴが来たよ。匂いを嗅ぎつけてきた。おまでをあげたら。はい、ごちそうさまでした。それでは学校に行く準備をしたいと思います。はい、はい、というわけで娘氏は学校に行ったんですけど、今回の検証結果、好きな食べ物の匂いを嗅いだら人間はすぐ起きる、すっと起きるということが分かりました。また次回第2弾でお会いしましょう。バイバーイ。あ、グッドボタンとチャンネル登録もよろしくね。バイバーイ。